サクサするような火の元にでっけえ風穴開けてやろうじゃねえか。時は天保九年、大飢饉と悪政で江戸には休眠があふれかえっていた。ゆすりたかりを生業にする茶坊主高知山宗春が時の老中水野忠邦に捕らえられ、悪運尽きたと思いきや、持ちかけられた悪だくみ。幕府の金で私腹を肥やす奴らの金を根こそぎ奪え。狙うは大御所徳川家斉の側近中の側近、中野関王の隠し財産10万両。だが金蔵には危険なからくりが何重にも仕掛けられていた。挑むのは一癖も二癖もある悪党ども。悪に強いが情に脆い騙しのプロ、おすき屋坊主高知山宗春、ニヒルな流れ者片岡直次郎、無口だが頼れる軽業師暗闇の牛松、謎めいた吉原のナンバーワン花魁道登勢、天才からくり技師国友特貫斎、父親思いの密偵吉野なみじ、さても揃いし悪党どもが乗るか反るかの大勝負。敵が味方か味方が敵か、さいの目次第の語り屋家業。運が悪けりゃおさらばさ。予測不能の騙し合いの果てに浮かび上がる真の目論みとは、災害、貧困、悪政、息苦しい時代を陽気にエネルギッシュに生き抜く痛快な人間参加、踊る六悪人ザ・テンポーダークシックス、竹内清人。